はいどうも、ジャッジョーさんがリーダーテルシャンです。今日なんですけど、11月30日札幌駅前のつくもさんでイベントがあるんですよ。出演者が発明禁止なんですけど、実は僕告知されてないんだけど、僕も出演者なんですよ。まあ今もう禁止ちょっと駅まで送ってきたんですけど、この後僕パッて着替えてちょっと変装してイベントに紛れ込もうかなと思って、お客さんとして、でバレるかバレないかみたいなドッキリみたいな検証みたいなのをしていきたいと思います。それじゃあ早速変装します。はい、ということで変装しました。はい、圧倒的不審者が完成と一応ね、カツラとかも被ってね、こうメガネもわざわざ作ってきたんですよ、これ。はい、多分これでバレないでしょう。なんかもうバレたらもう仕方ねえわ。バレたら、俺の体型のせいだはい、そんな感じでね、じゃあこれからイベントに潜入していきたいと思います。レッツゴー。オンラインゲームを快適にプレイしたい。写真編集、ビデオ編集をサクサクやりたい。会社用のパソコンとして従来欲しいという方には EX コンピューターが発明となった。じゃあ発明とキッチンとキッチンをかけるんで、ご協力の方よろしくお願いします。スタッフ社です。はい、最後でやってる大学生はどうですか。もちろん一応一応一日の体制の時にプロ社が出るとそこまで考えます。あとはちょっと成り行きでパソコン購入作業を代行する決定カードもないから面白いね。もちろんこのね、動画を撮って多分テルシャンのチャンネルで出るんで、これそうですね。はい、皆さんも出演者の人としてお協力ください。はい、よろしくお願いします。どう、この不審者感いや、わかんない。わかんない。さっきカフェで、集めたキンチが、テルシャンに通った時に、めっちゃテルシャンに似た人いるっつって、でもテルシャンもっと背でけえよっつって、身長が 0.8 テルシャンで、横幅が 0.7 テルシャンのやつがいたっつって全然バレてないじゃん。いや、わざと集めたキンチの前通ったんだよねバレてない。よしよし、OK だね。じゃあ、やっていきます。これからね、イベントやりたいとは思うんですけれど、一面死んでおります外がね、超寒くて中が超暖かいから眠くなるんだよね。寒暖差ガタガタ。お願いします。父の背中のグラビアアイドル、キンチさん。その流れまだやるんですね。キンチさんにはね、いろいろ言いたいことがあるんですけど、はい、なんでまず飛行機に乗り遅れるなと。本当ですよ。そのためには大変申し訳ございませんでした。なんか、そう、はい、私、普通に一人でチェックインして、はい、普通に一人で飛行機乗って、札幌着いて、ツイッター見たら、発明先に行っちゃってよみたいなツイートしてて、あれそういえばなんで私一人だったんだって、そこになってやっと気づいて。個人的な忘れ物をしまして、一回途中で家に帰って、はい、で空港着いたら、もうなんかすごいギリギリで、あと3分ぐらい早かったらワンチャン乗れてたぐらい、はい、それが間に合わず、はい、まあ、次の便で行くという感じになりました。はい、頑張ってください、もうちょっと。まあノーハンデ、ハンデ1、ハンデ2っていうのがあります。ハンデ1のメガネはこれです。なんかパリピメガネ。これポケットに入れといて。ちょっとパリピな感じで、こういう感じで、そうのメガネを使ってやる。でこれレベル1です、はい、レベル2、はい、目めっちゃでかい。普通とかいそうですもん目めっちゃでかい。でこれはガチで見えないです。これね、簡単に言うとレインボーシックシージにエコーっていうオペレーターがいるじゃないですか、はいはいはい、あれをソニックバーストを食らった瞬間いや、マジでそう、それがずっと続いてる永続、これ永続エコー、ソニックバーストが、ソニックバースト。はい、初めさんと対戦をする人募集です。というわけで、初めちゃんに対戦したい人、はい、あ、じゃあ1番手いきますね。はい、1番手で3人やろうと思うんで、1番手、あ、じゃあ女性2番手、はい、で3番手はそちらの方、はい、でいきます。はい、ちょっとインタビュー、初めさんもインタビューしてください。初めと戦って率直な感想をお願いします。いや、思った意味しなかった思ったよ、舐められとった。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、というわけで3人目、はい、整ったようで、はい、はい、ハンデはなしと聞いてます。はい、なるほど。花粉症です。はい、花粉症ですか。乾燥ですよね。乾燥っすね強い、ショットガンは強い。どうすればいいの。ワンワンショットガン、いや、さすがに
L85 だと思う。なんだ、武器ガチャ。武器ガチャ。ちょっとガチャ。よろしいでしょうか。OK と OK いうことで、じゃあそれでは始めていきたいと思います。用意スタート。汚いな、なんか先方が。ですよね。そうなりますよね。トイレ前からちょっとちらっと見えたところ、このバッグが邪魔なんですよね、いつもね。さあちょっとフラッシュが飛んでくる。目はつぶれませんでしたが、耳がつぶれてるところしところし抑えて抑えて何度連続しとくということで、初音選手の勝利したままには初音選手の勝利となりました。おめでとうございます。ちょっといや、なんかナチュラルに嬉しくなっちゃった今。そうですね。ちょっといろいろ聞いてみましょうか。そうですね、いろいろ聞いてもらっていいですか。はい、まずは CG 歴から聞いていきたいと思います。そうですね。はい、じゃあまずは CG 歴を教えてください。ちょっとだけちょっとやっただけぐらいです。あ、日本の方じゃない。あ、中国、外国の方。ちょっとどちらから。え、 Where are you from?韓国ということで、あ、え、意外、あ、日本語通じてなかったかもしれないですね。一番ちょっと遠い人って言ったら、まあ実況ちょっとね、あの有利な方でいけるかなと思いますけど。あとよかったハンドルネーム教えてください。テルシュ。ねえ、ねえ、わかんない。ね、私だけですか、知らなかったの。え、知ってますか。気づいてた。気づいてた。知ってた。I'm a terrorist。 めっちゃ言うじゃん。ね、私さ、イベント始める前に、よろしく。え、撮って撮って。イベント始まる前に、あの人めっちゃテルさんに似てるって緊張に耳打ちしてたんですよ。うん、あ、バレたかなと思って。その前に、あのサンマルクの前で一回見たんだよね。え、さ、この動画ってそういうこと？え、そういうこと？ねえ、もうやだな。マジ？この動画はそういうことだよ。え、でも私、だから言ってたのか。フィルさんに普通に勝っちゃったんですけど、いいっすか？びっくりした。なかなかやるやん。ちょっと、台本上違ったのは、さっそうとテルさんが負けると。はい、しょうがないんですけど、はい、改めまして、はい、どうも、父の背中のリーダーのてるしゃんです。よろしくお願いします。はい、まあ、知ってました。はい、僕らは知ってました。え、誰が知らなかったんですか。ヒンチと発明知らなかった。じゃあここはびっくりした。私、お客さんも全員してます。え、嘘。何それ。全員してます。え、嘘。何それ。やられたわ。全員知ってるってどういうこと。会場するときにってことですか。そうです。さっき閉じ込めて、そっちにその間に。だからか、だから出てくるなって言ったのか。そう、なるほど。そういうことです。てるちゃんですってみんなに挨拶してから、あそこに座ってた。うわ、ウィッグ用意してくんな、さすがにね。いや、ウィッグどころじゃない、メガネも1週間前に作りみたいな。ガチだ。はい、朝近地を車で駅まで送って、そう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 、自転車頑張ってっつって、急いで家戻って、急いでカツラ買って、急いで着替えて電車乗ってきて。いや、それは大変ですよね。はい、なんか、うわ、なんかあ、ドッキリかけられてこんな感じだよな。ありがとうございます。光栄です。なんか、マジであの人テレさんに似てるけど触れづれえなって思った。そう、それでなんかさっき耳打ちしてきて、さっき耳打ちしてたでしょ。そう、俺のことこうやって見ながらこうやって耳打ちするから、あいつ感情悪いな。あいつ感情悪い。俺がマジのお客さんだったらめっちゃ感情悪いな。こうやってじーっと見た後に、なんだあいつと思って。そんな感じしてたんだ。なんかもうバレたんじゃないかなと。あれ絶対テルさんだよ。でも池さんもね、さっきごまかされたんだよね。なんでテルさんにしてはちっちゃいって言って。めっちゃ似てねって言ったら、あそこで初音と金中池さんを見かけて、俺わざと横通ってて。そうそう、いや、めっちゃテルさんに似てるって。すごい猫背で歩いてたでしょ、こうやって。そうなるほど、それが伏線だったんだ。バレるかなと思って、はい、池さん分かってた。うわ、うざ。やったというわけで、まあ、無事だったらですね。はい、皆さんご協力ありがとうございました。ということで、
はい、シークレットの下が、いや、なんか疲れた、すごいえ、どうだって、やっぱりあの俺に似てるやついるなって感じだった。いや、似てるけど、なんか、うん、あれ黒いマスクしてましたっけ。してた。そう、黒いマスクで、うん、なんかちょっとアッシュっぽい髪型で、うん、まあでもこれめっちゃ似てるからいじりたいんだけど、うん、ちょっと美意識高そうでいじったらすごい嫌な思いされそうだなって思って触れれなかったんですよ。いや、そうなるだろうなと思って、逆に絶対触れては来ないだろうなと思って。いや、もう私があともう一歩、うん、心が何こうなんか子供だったらあんためっちゃテルさんに似てるって言ってた。絶対ウィッグは想定外だった。そうだから、朝と髪色とか違うから絶対バレないだろうなって、キンチには深かったいやー、深かった。だってテメさん絶対道内でチームメンバーが仕事しててもあのどうでもいいんですよどうでもいいことない。どうでもいい人だから。ちゃんとリツイートとかしてるでしょ、ツイッターアカウントでだから絶対今日私たちイベントあってもあ、テメさんは別に来ないんだなって。いやいや、そんなことないですよ、遊びに行きますよあー、キモいね。あ、ちょっとあれ、そこすごい、ちょっと大丈夫？ W これ、W これね、W これね、おじいちゃん、ここ W で、で、これ押すと前に進むよ。で、これ A で、これ S ね。わしのマウスですか？そうだよ。ありがとうな。あのね、これどこだよ。それ、そこ。これどこじゃ、これかい。そう、おじいちゃん。これかい？これ。おばれたな。なにこれな、見え、待って、俺これ望遠鏡でダメだこれね、こっち行くとね、こっち出てくんだ、これあ、落ちた。ダメだ、見えねえ、これダメだ。おじさん、今敵いたよ。どれなるほどね。これか。おー、うまい。おー、絶対うまいね。どこだ、キーボードダブル。それね、バンディットって言うんだよ。これはね、ジャガー。これジャガー。これジャガー。ジャガーバターかい？ジャガーバター。ジャガーバターじゃないんだな。ジャガーバターじゃないんだな。おー！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 あれ？はい、というわけで、連絡していただいて成功でした。ありがとうございます。どうでした？反省対してます。ごめんなさい。はい、というわけでね、チャンネル登録、高評価とツイッターフォローよろしくお願いします。バイバイ。釣り行きたいんだけど。朝の夜ですよ。そう。もう絶対来ないから。これどっかで来ちゃう。ね、見たこと。拉致っちゃうわな。拉致なの？あ、やばい！助けて！危ぶ。え？俺置いてかれた？